ちらはどのようなタイヤなんでしょうか。種類があるのって知ってました？知らなかったです。一番どのタイヤが気になりましたか？新しい GR86。 GR86、 はい。ルースチャンネルをご覧の皆さん、プロレーシングゲーマーの山戸です。佐藤優希です。はい、ということで東洋タイヤさんのブースにやってきました。東洋タイヤさんといえばやはりタイヤということで、今回新しい発売予定のタイヤをご紹介いただくことになりました。ご紹介いただくのは東洋タイヤの三宅さんです。よろしくお願いします。お願いします。というわけで早速なんですけれども、今回新しいタイヤを発売予定ということで、今回この GR86 に装着されているということなんですけれども、こちらはどのようなタイヤなんでしょうか？そうですね、プロクセス TR1 はやはりエントリー のスポーツモデルということで、まあ、こういった86といった車がターゲットのタイヤになっています。なるほど。佐藤さん、ちなみにタイヤなんですけど、こんなにいっぱい後ろにもありますけど、種類があるのって知ってました？いや、わからん、知らなかったです。なんか雪のタイヤと雪でないタイヤの違いはわかるんですけど、他のタイヤの種類はわからなかったです。ちなみに東洋タイヤさんだと今たくさんのタイヤの種類があるってお話しさせていただいたんですけれども、どのようなタイヤのラインナップがあるんでしょうか？そうですね、今回展示させていただいてますのはスポーツブランドでプロクセスっていうところと、SUV とかアウトドア向けのオープンカントリーというところの、これが大きなブランドになりますので、今回この2つを展示しているということになっています。なるほど。ちなみにあちらにいっぱいタイヤが並んでるんですけれども、あちらも見させていただいてもよろしいですか？そうですね、よろしくお願いします。佐藤さん、ちなみに一番どのタイヤが気になりましたか？これなんかかっこよくないですか、柄とか模様が。確かにこれ模様もよくよく見てみると、これ結構あれですよね、溝の幅も大きいですよね、普通のタイヤと比べると。そうですね、もともとこちらを開発しているのはこのオープンカントリー MT っていうところが、マッドテレインということで、アクロ走破性を非常に高めたっていうタイヤになるんですけど、やっぱりこういうタイヤって音が気になるっていう方がいらっしゃいますので、この MT と AT っていうカテゴリーの間を狙ったような商品がこちらのオープンカントリー RT というところになってます。なるほど。もうたくさん その用途に合わせていろいろなタイヤを作られているってことなんですね。そうですね、非常にニーズは細かくいろいろお客さんからいただいてますので、それに合わせて各タイヤを開発しているっていうところになってます。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで東洋タイヤさんのブースをお伺いさせていただきました。佐藤さん、いろんなタイヤがあって面白かったですね。すごく楽しかったです。はい、ということで東洋タイヤの三宅さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回は藤野さんもいらっしゃるということで、はい、藤野さん、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今年も D1 グランプリに参戦されるということで。そうですね、はい、今年は車も変わるというお話を伺ったんですけれども、今年はですね、昨年FT86 に、180からスイッチして、で、1年走ったんですけど、新しい GR86 が新型出たということで、今年から GR86 で変わります。ズバリ今年の GR86 での目標を教えてください。昨年、FT86 に乗り換えて、セットアップだったりとかいろいろあって、あまりうまくはいってなくて、勝ってはいないんですけど、なんとなく雰囲気は86で一緒なので、多分今年は行けます。わかりました。とりあえずね、一勝して、それをね、確実に一戦一戦を大事にして、最終的にシリーズ争いできたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にファンの皆さんにもぜひ一言お願いします。はい、今年はですね、新しい GR86 で、戦いますので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、藤野選手のインタビューでした。藤野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。